で、まあ、欲求を、思考のスタートにするって話なんですけども、まあ、究極的にはですね、まあ、人間っていうのはすごい、怠け者なんですね。全員速攻インスタントに結果が欲しいんです。努力もなく時間もかけずに、まあ、できればお金もかけずにすぐに、結果が欲しいということなんですよね。だからそういう商品があるんであれば一番売れます。で、今からちょっとまあ、この組み合わせが世界最強だっていうのをちょっと言いますね。ちょっとメモしてほしいんですけども、魔法の薬プラス証拠です。魔法の薬プラス証拠、魔法の薬と証拠があれば、セールスは簡単です。めっちゃ簡単に起きます。例えば、手元に薬が一錠あるとします。で、この薬を飲めば、例えば薬飲んで1日寝たら、ものすごいスタイルが良くなっていて、ものすごい男前になってますよっていうような薬があるとしますね。で、その薬が例えば、1錠100万円ですと売ってるとします。で、それに強烈な証拠があるんであればセールスはめちゃくちゃ簡単ですよね。証拠、例えば、まあ、証拠の話もまた後でじっくりしますけども、デモンストレーションですね。その薬の開発者の、開発者がいて、まあ、例えばめちゃ不細工な助手がいるとしますよね。すごい太ってて、太っててなんか油ぎってて、不細工な男の人がいたとして、じゃあ分かりました、じゃあこの薬開発した、私の助手ですと、この薬を彼は飲みます。で、1日、後にまた彼が登場するんで見ててくださいって言って、ずっとこうなんかビデオカメラみたいなので、監視してるとしますよね。で、次の日朝起きてみて、その人出てきてものすごい男前になってたら、それは証拠になるわけですよね。デモンストレーションとして。で、そういったようなデモのあれが何人もいたとしたら、その魔法の薬っていうのはまあ売りやすいですよね。はい。なので、そういったような魔法の薬を売るっていうようなことをまずコンセプトとして覚えておいてほしいですね。コピーライターとしては、この商品を買ったら問題が解決するように見せないといけないわけなんですよ。魔法の薬のように。魔法の薬のように見せるためには、どうすればいいかっていうのをずっと考えてるわけですよね。で、まあ、何かそのビジネスの問題を解決するような商品があったとして、まあ、例えばそれをやるには従業員のトレーニングが 何日間か必要だとしても、一部でも状況がすぐに改善できるような要素はないかっていうところを見つけて、そこはそこできちんと魔法の薬ですよっていうことを、伝えていかないといけないんですよね、コピーの中で。まあ、ここではちょっと概念だけ押さえておいてください。後でまた詳しく、まあ、セールスレターとかセールスプレゼンテーションのやり方についてはお話をしていくので、まあ、人が物を買うときにこの魔法の薬プラス証拠ですね、魔法の薬っていうのが一番、まあ、売りやすいと。だからできるだけ魔法の薬のように見せるためにはどうすればいいかっていうのを我々コピーライターは考えていくと、ということをまず覚えておいてください。この無料ビデオは12週間コピーライティング実践プログラムの一部です。もっと詳しく知りたい方は下のボタンをクリックしてください。